で疲れてるから味方のカバーに入るべく、オッケー切る、よし。はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回はだいぶ今更なんですけども、ワールドウォー2 DLC 第2弾の大モードオペレーションハスキー、早速ね実況プレイの方やっていきたいと思います。で、今更ってことはもちろん変わり種のネタも用意してるということで、まあ大半の方は DLC を買ってないと思いますので、オパスさんの動画だとか河川さんの動画でしか見てないと思うんですけども、こちら第3ウェブ目で、戦闘機になんと乗れるんですけども、そちらで一定キル数以上を取るとなんと戦闘機中に使用できるスコアストリックがあるということで、早速ねそちら紹介の方やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。大モードオペレーションハスキー、こちらのね PV 結構かっこいいんですよね。あの後ろからハイヨルコントーンみたいな形で、そこそこ PV はかっこいいんですけど、まあ DLC 自体がねそんなに人気がないんで、そもそも BO3 の時もそんなに DLC 買ってなかったですね。みんなそれこそ IW とか AW とか絶望的だったんで、やっぱりコッドの DLC だとか BF の DLC ってそんなに売れないのかなと。さあ、こちら仕掛け線っていうね、あの爆弾があるんですけども、こちらこういう形で、あれ、オカピーポー、はい、こういう形で、はい、スコアストリーク扱いなんだこれ。今契約でスコアストリークつけてるけど、スコアストリーク扱いなんだねこいつ。なんかクレイマーの横に広がってるバージョンということで、こちら爆弾となっております。おこれね意外と仕掛けるの楽しいんだよね。ほら見て、ぐるんぐるん、あーってそれ死ぬ、それアホ、危ない、ナイス味方カバーでかい、やりますね。ここも扉が閉めれない分、こういう形で仕掛け線をつけておいて、BF1 ちょうどアップデートされました、よろしくお願いいたします。なんか BF1 なんか DLC が無料で来てるのかな確か、1弾がなんか無料開放みたいなこと言ってたんですけども、それをちょっとまた実況撮ります。爆発してますね。まあ、こういう形で爆発していくんですよね。こんにちは、ナイス1キル俺の爆弾。まあ、こういう形なんですよ。角っこら辺たかれておくと意外と気づきにくいということで、いいっすね。 S9 よりも強力。こんにちは、1キルで2キル目させていただいて、さあここら辺で仕掛け線を焚いておいて、いいね、こんにちは。で、グレポンつけて、そこです。オッケー。とりあえず最初の防衛はこんな形ですね。いるね。こんにちは。C 取られそうだね。逃がさない。回収していって、ダブルキル。オッケー。仕掛け線がまた1キルしてくれたね。ここら辺から顔出すやつをカットしたいけど、ハンカーつけてるんだよな、やつ。そこです。ナイス味方カット。この調子だったら次の攻めでは戦闘機までね、確実に持っていけるんじゃないかなと思います。いいね、この一斉走者みたいな。死刑でさ、こんな弾使ったらもったいないよね。ナイフで殺せ。やっていきましょう。ここかっこいいから。この PV 結構かっこいいんですよね。こう裏からスススーっていって、この足ではしごを作って、後ろからハイヨル混沌して、私ですね、これちょうど映ってんの。ナイフで、サクッ。こういうのちょっと憧れるよね。で、この後、こんな隠密戦をやってるんだけども、この後にドンパチするっていう謎な戦闘なんですけども。とりあえずこれはここから窓から開けて、こんにちはしてからの、この頭出しですよ、1キル。敵の機密情報を3つ獲得しなきゃいけないんですけども。おい、壊せる。よし、壊して、ナイス味方情報をゲット。で、僕もそれに流れにとって、回収しつつ、こっちから来てないね。これで合計3つですね。上に2つ、下に1個を回収すれば終わりということで、いますね。こんにちは。さあ、サプレッサーで1キルさせていただい、味方が変なところで仕掛け線作ってる。これ四角で解除できるんですよね。待って、こんなところに焚いてる。これはね、騙される。本当に。味方が取ってくれる？ナイス。で、お味方？違うで、お前。そっち行ったらか、そっち行ったらか、節子。で、投げ線を投げて、投げ線じゃないわ。火炎瓶投げて、1キルさせていただきます。さあ、これで占拠したので、次のステップに行きましょう。よいしょ。これ味方が引っかからないように仕掛け線しっかりと解除して。おい、仕掛け線変なところ焚くな、お前。仕掛け線外していきましょう。こんにちは。1キル。右から来るね。こんにちは。これで、あと、ハードポイント見たく、敵の拠点に 100% まで入れば終わりということで、基本的に結構ゴイゴイで持っていけますね、ここは。こんにちは。まずは1キル。で、2人目来るから、そこにフラグ投げつつ、オッケー、ダブルキル、美味しい。こっち味方車線取ってくれてんね。さあ、あと少しで 100%! さあ、これで敵の機密情報をゲットして飛行機戦が始まるということで、やっていきましょう。これで、はい、右の方にも見えてると思うんですけども、スコアストリークで、戦闘機乗りみたいなやつが、ゲットできます。これ、あえて右から回っていって、やばそうだな。これ死なずに4キルぐらいしないといけないみたいなんだよね。で、結構体力がシビア系だから、難しい。多分、今回の企画は、ここが結構ミソになってくると思う。死なずにだからね。本当にこの、ドッグファイトを、熟知してないと勝てないと思うんですよ。こういう形で、いろんなところから湧いてくるから、後ろ取られたらとりあえず逃げることを覚えた方がいいと思うんだけど、けど今回は積極的にキルしていきたい。自分のデスなんかどうでもいい。積極的にキルをして、パッパッパって、ナイス？しっかりと減速していこう。もうこのエスコンで鍛えた、わーお！敵がいる。やばい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 。一回減速して敵の裏を突きつつ、これですよ。これ。
エイム力、エイム力求められるよ、これ。そこ、減速しつつ、敵のカーブに合わせて、L1 でしっかりとエイムして OK。とりあえず1キルさせていただきました。で、2人目を、これ何？バグかよ、お前。殺す。持っていきたい。まあ、一回減速してからの敵の後ろをついて、L1 でエイムしっかりとしつつ、これもうちょっと低感度でもいい気がするけど、アシスト！そしてやられるんです。これね、範囲が行くと、勝手に落ちます。範囲が狭いんで、多分初めてやった方は、範囲死した方が多いと思います。操作性になれず。とりあえずこれはもうブーストマックスで行きまして、こいつ持っていきたいよ。いやこれはね、コッドとはまた違った腕前が必要なんで、結構めんどくさいんですけども。これで早く戦闘機能に出したい。オッケー、キル。これ、キル持ってきたいよ。こいつだけは。おい、そんな急カーブすな、お前。そんな急カーブされると、お前。マップがいっちゃう、マップがいっちゃう、マップがいっちゃう。おい。これ、コッド以外の腕前が必要なの、ちょっとやめてほしい。やばいやばい、狙われてる。助けて、助けて、アンパンマン。1キルさせていただいて、こいつ絶対持っていく。させていただき、退院です。ナイス。戻ってって言われてる、戻ってって言われてる。急げ。どうし、ナイス、戦線離脱。じゃないわ。戦線復帰。あと2機。あー、これ、溜まりそうにねえな。はい、ということで、戦闘機戦なんですけども、難しいです。コッド以外の腕前が必要なんで、ちょっとやり込まないとちょっと厳しいということで、やり込みます。カット。さあ、開幕は攻めということで、しっかりと買っていきましょうか。サクッ。さあ、行きましょうか。さあ、ここの扉を開けつつ、こっちから回っていって、そこ警戒させつつ、取れますね。ナイス。で、後ろに S マイン、ここら辺焚いておいて、ここから撃たれることもないよと。さあ、これで C ゲットして、残り一つ A。いるね、こんにちは。いるね、二人ぐらい。ダブルキルコース、美味しい。で、情報をゲットして、味方がいる車線から舞い戻っていきたいんです。とりあえず戦闘機戦を回したい。うん、練習したい。とりあえず戦闘機慣れしないといけないから、なんとか戦闘機戦まで持っていきたいんだけど、いるね、こんにちは。うまい。おっ、これうまいね。おいしい。待って、火炎瓶はないって。あー、また。さあ、これで戦闘機戦できますね。さあ、とりあえず開幕ね、これ目の前からブオーって来るんですよ。この打ち合いで勝つのもありだし、逃げるのもあり、私は勝ちますよ。はい、相打ちです。まず開幕のあれはね、もう挨拶みたいなもんなんで、こっからやっていきますよ。次こそガチでやります。L1 押しながらしっかりと遠距離で、で、マップ見るんですよ。で、後ろいる。うん、後ろいるからこれあえて旋回しつつ、さあ、減速かましながら、ほ、味方のおこぼれももらうのもあり。ほっ。またおこぼれ。いやー、その旋回うまいな、こいつ。ナイスアシスト。で、そのロング距離もいるから、下からついていこっか。つきますよ、つくつく。それアシストもらえるんじゃな、俺。ダメだ。撃たれたからには逃げる。うん、撃たれたら速攻逃げよう。で、下にいるから、そいつも遠距離で狙っていくんです。あいつ、どこ行った？ナイスキル。で、後ろ疲れてんね、これ。後ろめっちゃいる、めっちゃいる。とりあえず、こいつ撃ちながら逃げるか。やばいやばいやばい。逃げる、振り切る、振り切る、振り切る。あと40ポイント、ここで死ぬわけにはいかないんだ。この戦争が終わったら。この戦争が終わったら結婚するんだ。むずこれ。3キルが限界やない。むずこれ。4キル行くのマジ運ゲーやない。ほんまに。実力あるこれ。あるよな、そりゃ。こっちのロング距離。あいつめっちゃ低空飛行するよな。こういうやつに騙されたら死んじゃうんですよ。ほら。上行こう、上行こう。そう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 。落ち着いて。上めっちゃ行ってんね。おぉ、眩しい。逆光が L1 押して。頼むよ。ほっ。後ろ取ったね。これパーフェクト。これでかい。ほっ。またあいつ上行ったよ。そこです。フルスロットル。どーよっしゃー、そこです。よし、旋回してしっかりとフルスロットルで突くんです。しっかりと背後取ってこいつを。いやー、結構生き残ってはするんだけどね。うん、生き残ってはするんだけど、全然全然勝てません。お前ラストやろ、死ね。ナイス、オッケー。うん、むずいなこれ。さあ、無事終わったということで、やっていきましょう。とりあえず開幕のこれは避けようか。うん、あえて避けよう、あえて避けよう。待って、これ弱ってるね。弱ってるやつ。アシストいただきます。やっぱアシストでも出るから、しっかりとアシストやらせていただいて。うん。お前だ、お前、お前、お前。待って、これ後ろ疲れてんね。後ろ疲れてるから、思いっきり旋回しつつ、そい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 つ。こんにちは。持っていきたいね、それ。これはキル確実に持っていけるでしょう。ドッグファイト戦。さあ、一回急降下しながら、オッケー、1キル。させていただいたけど、二人疲れてる。逃げる。
っかりとマップ見ながら、こいつはこいつ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 絶対美味しい、カモカモカモ、よーし、オッケー、あと10ポイント。この後ろのやつを味方だね。で疲れてるから味方のカバーに入るべく、オッケー、切る、よし、交射砲出ました。これね、あの敵軍側とあの味方軍側で変わるんですよね、交射砲と戦闘機。さあ交射砲出していきます。ほらお前ら落ちろ、一気に、ほら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 、確実に1キルさせていただいて、お、あれそれだけ、おい交射砲、おい返す、交射砲ナイスキル、交射砲ナイスキル、めっちゃキルすんね、これ勝ち確じゃんこんな。ほら18対1、圧倒的すぎ、やりますね、うわーやば、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってるでこれが敵軍側だったら戦闘機、味方だったら交射砲らしいんですけども、どっちの方がキルできるんだろうね。それではちょっと戦闘機側の方でやっていきましょうか。先ほどは交射砲だったんですけども、こんにちは、1キルさせていただいて、危な、オッケー、1キル、オッケー、後ろから失礼すると1キルで、こいつも横からさばかせていただいて、さああと少しで戦闘機、速攻です、オッケー、戦闘機出たということで使っていきましょう。戦闘機オンライン、どっから来るんだろうね。さあ味方友軍機がブボボボって来てくれるはずなんですよ。こいつか、あこれこいつっぽいね、なんか ID 出てないし、頑張れ落とせ早く、アク落として、あのあこいつか、戦闘機乗り、あの戦闘機乗りさん、あの1キルもしてないですけど、戦闘機乗りさん、けどこうやってスコアストリークとあの空挺兵みたいな形で、そうあの戦えるから面白いよね、同じ戦場でスコアストリークと戦える、面白い。こいつか戦闘機、仕事しろよお前、 ID も映らん、紛らわしいやつめ、絶対落とす、オッケー。さあもう一回戦闘機使っていきましょう。めっちゃ増えたね、ほらマップ上見て、えぐい、もう味方がいっぱい撃ってくれてる。あの戦闘機のりさん早く仕事してください、2体目ですよこれ、そろそろ怒りますよこれ。圧倒的に交射砲の方が強いじゃないか、これ絶対交射砲の方がおすすめやん、どういうことほんまに、勘弁してくれよな。ただマップ上にたくさん味方がこうやって反映されるだけだった。まあこいつがね一番形として分かりやすいんじゃないか、こういう形でね、ほらスコアスリークとこういう形で一緒にこう大空をね羽ばたけるということで、こちらが、DLC 第2弾の隠しスコアスリークとなっております。でこちら一応ねボットということで、 DLC 入れてる方はぜひともウォーモードだとかでちょっと一回ね試してみてください。ということで毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。よいしょ、あいつスナイパーライフル、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 駐車止め。おおしゃ、マジで嘘、お前が、お前がちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。